西東京北町6丁目交差点付近伏見通りは東京都西東京市の東部を南北に縦貫する道路の東京都通称道路名であり、またその延長上の武蔵野市道第114号線に付けられた道路通称名でもある。いずれも多摩南北道路1号線の一部である。伏見通り多摩南北道路1号線として南側より順次整備され、 2013年4月21日に西東京市役所法屋庁舎前まで2015年3月19日に下法屋2丁目交差点まで開通2015年8月2日に全線開通した一部に暫定に車線区間があったが2021年5月17日に全線4車線で交通開放された伏見通りという名はもともと 東伏見交差点から赤前橋交差点までの約400メートルの通りにある商店街が付けた愛称だった。これが法谷市の愛称道路となり、都市計画道路の整備に合わせて2014年に東京都通商道路名として制定された。東京都通商道路名としての伏見通りは、多摩南北道路1号線の西東京市区間である西東京3.26号調布法谷線と、 一致している。一方、武蔵野市道路通称名としては同じく、武蔵野市区間である、武蔵野3.36号調布法野線の指導区間に対応しており、さらに都道区間の新武蔵境通りに接続している。沿線東伏見5丁目には、道路と同じ名称の伏見通りバス停がある。ありがとうございます。